はい、どうも、こんにちは、スタジオのです。今回なんですけども、今回初めてのポケポケの実況をやっていこうかなと思います。新しくリリースされたポケモンカードのアプリ版ポケポケ、皆さんやってるでしょうか。まあ僕ね、今回結構ね、まあカード集めたんですけど、まあ、運ゲーが多すぎると。現実比べて明らかに運ゲー要素が多すぎる。一応現実だとトモコデッキ使ってるんですけど、トモコデッキはめちゃくちゃ勝ててるんですけど、ポケポケだとマジで勝てません。はい。というわけで、まあ、今回はこのポケポケで、まあ、対戦やっていこうかなと思います。まあ、今回いろいろデッキ組んできた中で今回使っていくのは、イワークデッキですね。イワークたけし。まあ、これが多分、僕の中で多分一番安定するんじゃないかなと思って使っています。というわけで今回はこのデッキを使って対戦していこうかなと思います。それでは皆さん対戦まで、レッツゴー。はい、というわけで対戦よろしくお願いします。先行ですね。で、ちょっと誰、あ、リグだ、オッケー、悪くない。だから、オッケー、準備完了して。ちょっと、おぉミスかよ。ミス勝てなくはないんだけど、ちょっときついっすね。まあ、いわくベンチに出しといて、まあ、ここやることがないんで、まあ、返していきましょう。とりあえず、2ターン目から、ダグトリオの起動ができるんで、まあ、ダグトリオをメインでとりあえず当たっていくって感じですね。で、ダグトリオくん、いや、能力的に強くて、コイン1回投げて表なら、次の相手の番、このポケモンは技のダメージは効果を受けないという、なかなかに強い効果を持ってます。あ、ふざけんなー、おーい流すな、まあ、いいや。ぶっちゃけたけし欲しいし。あー、たけし来た。あー、でもちょっと悪いなぁ。ハカゲン。ハカケン来ない。まあ、ここモンボで圧縮していきましょう。リグだ。とりあえずタイルポケモン全員揃ったんで、まあ、とりあえずタケシかな。とりあえずタケシ使って、イワークに寝かすく。ぶっちゃけねー。まあ、サカキ使えば、ミュウツーはイワークで2パンできるんでいいでしょう。あ、ちょっとダークトリオ流されたの痛いな。ダークトリオはうまければ普通にこのまま突破できちゃうんで。いや、面倒だね、飛ばされちゃうけど、まあ、これはしゃーなし。オッケー。まあ、でも次のターン、イワックで攻撃できるんで。まあ、いいでしょう。このイワック、突っ張っていきます。あ、レッドカードか。まあ、とりあえず、イワークに寝かそっく。でも、ワイザー種ポケモンいなさそうなんで、レッドカード使わずに行ったのがいいのかもしれない。で、ワイザーまだサイコドライブ打てないんで、ここは、何もやらずにランドクラッシュ突っ込んじゃいましょう。70で、まあ、まあ、こくれちゃうよな。いや、種ポケモンなかったら最高なんだけど。まあ、いるよね。まあ、いるよね。まあ、ね、察したけど。お前に加速するんだ。おっと、おわりさん、ちょっとこれはエアプなのかな。いやー、それ、なかなかに悪手なのでは。というわけで、イワーク出していって、イワークにエネ加速。というわけで、ここで、サカキ使っていこうと思います。これでね、ダメージ10上がるんで、ランドクラッシュ80点になります。これで、ミュウツー EX が倒されると。ありがとうございます。強い。今本当に安定してて強いですよね。よくかすみみたいにコイン投げることとかもあんまないんで、なかなかにいいカードです。ちょっとお前さん、ミュウツーまだ加速できないんで、いろいろ。いや、ラルトス、あ、これミュウツー単デッキもしかして、これ。なんか、明らかに種も、あーって、ふざけやがって。変なマジで。きっつ。たけし、あ、来た。スピーダー欲しかったな。まあ、気づくスイリで粘土弾で耐えるくらいまで行っときたいが。まあいいでしょう。パン終わりましょう。まあ、イワーク2体でなんとかなるか。ってところではありますが。
一応この駅もう一体榊いるんで、スーパーすることは可能です。ダグトリオいらねえ。ダグトリオいらないから。一応なんとか傷薬だけ使って、まあ、榊対策をしていこう。と思います。とりあえずこれでランドクラッシュ70点、強い。あーやべえな、ちょっとたけし使って2回な確保しとけばよかったか。リグダに加速すればいいし。あーラルトスいるんかね。だとしたら次夏目来たら勝ちっすね。てか結構勝ち筋や今。ああふざけやがって。いや夏目来い、夏目来たら勝ち。夏目うわあざーす、あざーす、最高。面倒なんで、まあ、いっちゃいますが。だけで、あ、榊負けた、どうしよう。どうする。いや、ここは豪華に行くか。榊、あざーす。結果がこのランドクラッシュ、80点で、気絶です。サイドじゃねえや。ポイント、取り切って、3点、あざしたー。というわけで皆さん、今回いかがだったでしょうか。まあ、初めてのポケポケの実況だったんで、あれなんですけど。まあ、いわく、まあ、僕の体感で言うとめちゃくちゃ強いです。しかもこれ、ノーマルカードなんで、基本的に。ノーマルだよな、多分。ノーマルカードなんで、めちゃくちゃ優秀です。本当に皆さんにお勧めしたい。しかも、結構集めるのも簡単だと思うんで、皆さんぜひ、ちょっといわく、組んでみてください。というわけで、今回の動画ここで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。というわけで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。